もうギリギリタイプですね。うん、まあ、夏休みの宿題とかも、もうほんと一緒で、もう終わる3日前ぐらいですね、それこそ一緒で。で、あとなんか、テストとかも、もう勉強したく嫌いだったんで、もう一夜漬けっすね。うん、もう前日でも気合い入れて、まあ、自分なりにこうギリギリとか、まあ、いろんな暗記とかして、うん、やってましたね。もう自分も計画的にやるの苦手っすね。だからやれる人はすごいなって思いますけどね。とだから結構自分もわざと追い込ませるっていう戦法を使ったりしますね。やっぱこう何かここまでに何かやんなきゃいけないっていうスケジュールとか入れたら、だってやんなきゃいけないじゃないですか。だからもう無理やり自分のケツ叩くみたいな戦法を使ったりしますね。はい。まあ、そんなわけで自分はギリギリタイプです。はい。